これさ、ユーザーチャンネルのなんかこう立ち見席の全部のコメントがなんか一元化できるやつとかでないんかな。ガッサとニクス山がニャオニクスがね、何ができるかね、そんなどうせあれでしょ、あのどうせいたずら心からなんか猫の手とかやってくるんでしょ。そんなもん、そんなね、そんなね、小細工がね、僕のパーティーに聞くわけないじゃないですか。いやもう壁とか俺貫通するから。俺らのポケモンはもう全員が壁を貫通するから。立ち見てます。マンム、はい、勝ち。はい、勝利。ここね、ちょっと、腹太鼓あえてせずに、いや、しとくか。腹太鼓安定ですわな。はい、大勝利。滝登りはね、もうあえて戻してません、マリルリは。うん。いらんし。欲しい場面も結構あるけど。てか個人的にじゃれつくがいらん気がしてきた、なんかマリルリ。オッケーオッケー、はい、オボン。完璧なオボンやな、これ。見事。見事な、この確定3発のサイコムっていう。完璧なオボン。もらった。まあ、タスキじゃない、しかも。え、先発で出してくれたタスキじゃないんや。ルカリオ、まあ、新速やろ、メガ進化からの。まあ、まあ、ここはマクジェで。ひとまずアクアジェット言っときましょう。おーん。いやー、余裕だわ。で、どうせ新速やろ。なんのこだわってたんかな。まあまあ、ここはもうそういう新速ですよ、そりゃね。で、まあ死ぬと。だが、しかし、ロトムの前に、手も足も出まい。頼むから一回ぐらいちょっと攻撃させてない。インファで一発とかないよな。インファで一撃とかってある？ルカリオ。え？いや、いくら適応力でも嘘やん。はは、ちょっと待ってや。あ、待とうぜ。HB ベースって、そのさ、ベースってなんなん、その、よく言いますけど、ベースって何ですか？これも初代鶴舞安定やな。調整？ HB 特化とまではいかないけど、まあ B にそこそこ振るみたいな。なるほどね。広告ぶりじゃないけど、みたいな。あ、あえて変えてきてくれた、しかも。あ、ガッサかー。多分眠らしてくるな。ガッサが多分助けか。ガッサが助けやんな、これ。それか、こいつがもしポイズンヒルやったら、勝ち目はあるけど、まあ、もう無理やな。いや、俺やったら絶対あそこのルカリを変えへんけどね。普通にインファで行くけど。あ、ほ、ハッサンも恐れすぎやろ。BHB に重く肘動いてんの、声調整みたいな。なるほど。もう多分助けやろうなぁ。まあ、ですわな。しくじったな、ルカリオにちょっとやられたな。はい、謎行動来ました。謎行動来ましたよ。
まあでも結構効くな。まあどのみち勝てへんか、どのみち勝てへんかもしれんけど、まだわからない。叩き落とすの方が威力高いか。いや、相手メガストーンやから意味ないか。まあ普通にありか今のは。あー、なんで勝てへんねん俺が。なんでこのペーティがいんのに勝てないんだ。なんで勝てないのか。縮小。じいちゃん、俺には何が足りねえってんだ。俺には何が足りねえってんだ。教えてくれ。ジェジェジェ、レート1571、なるほど。カモだな。うわ、もううざいパーティーやな、こいつ。所詮は俺の、養分にしかならない存在が。我が養分となれ。と言いつつ、これはまあ初手ギルガで、で、まあガッサもまあ安定で、あとはでもやっぱマリルリ、いやロトムやな。氷技はね確かにないんすよこのパーティー。だからもうマンダをね、もうメガラティオスに変える予定。あとマリルリか。ランドロス？逆にでもランドロス相手にロトムも何もできないねんけど。っていう理由でまあちょっとマリルリを選んだんですけど、どうすかね。